競馬第11競走メインレースを迎えました。重賞埼玉新聞杯第28回埼玉新聞栄冠賞 S3 距離 1900m、 7番クラージュドール競走除外となりまして、この競走10頭で争われます。枠入り進んで最後は11番グルームアイランド、こちらが10頭目、最後にゲートへと誘導されて収まります。ゲートイン完了。スタートしました。揃ったスタート。まずは先行ポジション取りですが、4番の当選デューク、じわりと出ていきます。外側6番山のファイトが2番手につけて前に並んでいきまして、1周目3コーナーのカーブ、1馬身差の3番手8番のカンムレ、その内を通って1番南洋マーク4番手、これに並んでくるのは11番グルームアイランド。ここまで5頭塊加減で少し間が空きまして、5番時のエクセレント、スタンド前に出てまいります。あとは後方勢ですが、9番代々木マック、外側には当番キスミープリンス、3番のプラントハンター、2番メジャーアスリート、後方2頭並んでいます。先頭からしんがりまでは8馬身9馬身といったところ、ゆったりとした流れ、1コーナーカーブに入っています。前の体勢ですが、4番当選デューク、わずかに先頭、残り1000の標識を通過、2番手マークで6番山のファイト、1馬身差の3番手8番のカンムレ、そのうち1番南洋マーク、前の体勢あまり変わりませんで、2コーナーから向こう正面、外側11番グルームアイランド5番手、その後ろに5番時のエクセレント、並んでいくのは当番のキスミープリンス、あとは3番プラントハンター、手が動いてそのうちを通る9番代々木マック、最高峰2番メジャーアスリート、前は3コーナー、先頭4番当選デューク、リードを広げて、リードは1馬身半2馬身3馬身と広がった、6番山のファイトは今2番手、2馬身差8番のカンムル3番手ですが、並んでくる11番グルームアイランド400の標識を通過、あとは5番時のエクセレント、下がっていく1番南洋マーク、これをかわして当番キスミープリンス、前は4コーナー、先頭4番当選デューク、4コーナーカーブから直線、追って6番山のファイトが2番手、3番手以降離れました、離れた3番手から5番時のエクセレント、内11番グルームアイランド、先頭逃げる4番当選デューク、6番の山のファイトが追ってくる、3番手5番時のエクセレント、当選デューク逃げ切って合輪、4番当選デューク逃げ切りました。鞍上森大斗騎手、6番の山のファイト2番手、5番時のエクセレントが3番手入線、その後ろは11番グルームアイランド、8番のカンムル、並んで4番手5番手の入線です。中央競馬からの転入初戦、鮮やかに逃げ切りました。初ダートも何のその4番当選デューク、スタートから花を切って、道中は6番山のファイトのマークを受けました。3コーナー手前でややリードを取って、そのリードをゴールまで保ち続けました。逃げ切りました、4番の当選デューク、6番の山のファイト前を追いましたが2番手、5番時のエクセレントが3番手入線です。着順払い戻し金の確定まで投票券は大切にお持ちください。第11競走埼玉新聞栄冠賞でした。